はい、というわけでこんばんは、ティラと申します。気になってたんですよ、ここのあたり。ちょっとこのあたりちょっと進めてみようかなと思って、クリボー RPG でテレサとかノコノコのアミーボをちょっと探してたんですけど、今全然ないっすね。うん、絶版レベル。あのね、女カムイのアミーボあるじゃないですか、僕ら大好きな。あれ5000円で売ってたもん。あ、まだ始まんの、すぐ始まんの。クッパ様の、あ、隊長、さあ隊長、バトルが始まったぞ。最初に言っちゃうけど、バトルで隊長がやれたら終わりだぞ。他のみんなが生き残ってても隊長がやれたらダメなんだ。え、そうなの？え、でもさ、向かわせる方向とか選べんの？でもそれは相手側も同じだ。あ、相手も隊長を倒せば僕は、でもなんか狙いとか定められんのかな？俺たちが敵を倒して相手のボスに向かう。隊長はやれないよ、踏ん張ってくれ。なるほど。いや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 、そうなる？楽ちんなんだな。よし、行こう。みんな頑張れ。まあ、そうなるね。うわー、おー、どうすんので、なんか、選べないの？攻撃対象。え、なんかいっぺんに来たよ。え、大丈夫なのこれ。え、なんかできないの？特に何もできない。見守りだね、完全に。頑張れ。あ、でもなんか、なんだかんだね、狙われてないわ。あー、頑張れ、クリボー。あ、ちょっと待って待って、頑張れ。頑張れ、クリボー。頑張れ、クリボー。隊長同士になる。って、結局隊長一人で戦ってんじゃん。あ、頑張れ。一応倒してるけどさ、選べるわけじゃないの？ランダムに来んのかな？まあ、絶対全開するからいいにしても。さあ。うわー、多くね？大丈夫なの？頑張れ。いけ !7!7 対 4! 頑張れ！いけ！よし！あ、これで、誰かが出る可能性あるのか。誰かが出たらもうパンってやった方がいいのか。よし、あと痛い、頑張れ、頑張れ。あ、うち！頑張れ！なんか A ボタン押してなんか攻撃できないのか。また隊長同士じゃねえか。向こうの隊長は誰なのかわかんねえじゃねえか、これじゃ。当ててるからええけど。いやいや、危ないって、ギリギリだったよ。あ、クリボーが。お、仲間だ、新しい。本当にクリボーしかいないな。よかったよ、無事だったか。お、お前たちも一緒に行こうぜ。ちょっといいですか？どうした、隊長？隊長って実は辛い。今言うなよ。いやー、さっきの隊長ぶりは、よかったぞ。うまくいれないか、あ、もう綺麗だった。うん。そう。迫力あった、迫力。うん。それこそ大丈夫だな。他に押し付けられたくないかって。え、みんな見てなかったじゃん。意外とすると。いや、背中で感じた。オーラで感じたんでね。はい、もう。隊長いけてるみたいなところ。うん。安心して戦えた。そう。隊長がいるっていう安心感があるからね。オーラ？そう？うん。オーラか。そう言われた、確かに僕にもオーラが見える気がする。ちょろいな、こいつ。よし、オーラ全開。みんな行こう。いざクッパ様のところへ。あれは？俺たちの隊長。そうか、確かにオーラが見えるな。誰？こんなところに壁作ったの。おバカのオーラが。うん。あ、ハンマーブロス。あ、懐かしいのいるじゃん。ね、ウフグラでハンマーを作ってくれたやつだね。いや、話のようなとこ分かるやつらだな。おめえたちハンマーに愛情持ってんじゃねえか。ハンマーブロス。今日は朝まで語りましょう。こんなところにもハンマー愛に溢れた人がいないなんて。確かにハンマーブロス、ハンマー愛というか、ポイポイ怒ってるというか、ハンマーだけに衝撃的な出会いです。キノコココリアス、マリオ2、凄腕のハンマー使いよりけど、おめえたちもなかなかのもんだな。マリオなんて、ハンマーの話もしないっすよ。ハンマーを使った、俺たちが最強っすよ。投げ取りやないか。お、鼻息の荒いところ気に入っただよ。よし、決まりだがや。今日からおめえたちは俺たちの弟子だ、兄弟だ。ズッチ、引っ越しの準備だ。リフォームするぞ、リフォーム。思いっきり広い部屋にするぞ。ハンマー、ハンマー。
ハンマーはすごい。歌わせんな。なんだこいつら。何をするんだ。で、こいつらが出てくるんだね。ちゃんと、うまいこと考えてくれるね。なんか、GBA ではさ、なんか、あまり目立たなかったキャラが、こうやって出てくるのって嬉しいね。で、ハンマーブラスで仲間になってくれたりするのかな、もしかしたら。何やってんの今。あ、嫌だ、嫌だぞ、もう帰らないぞ。俺たちはもうこの人たちの兄弟として、クッパ軍団に戻れっつぞ。クッパさんには申し訳ないから、よろしく伝えといてくれ。伝えておくな。そのクッパさんが今フィージなんだ。そうだよ、空飛んでたよ。一緒に行ってくれない？何やら複雑な事情があるみてえだな。だが面倒な話はいらねえだ。ここは一つ喧嘩で決着するに。そんな喧嘩っぽい選択だったの？おそれだ、勝負しろ、クリボー。負けだ。負けた方が行く。プルプルイズバストだ。あ？プルプル？シンプルイズベストだよね。プルプルって何？クリボーにハンマーブラスって勝てないでしょ、パッと見は。まあでも、まだチュートリアル段階だから生きると思うけど。うわ、5人やった。隊長！遠距離タイプだぞ。ってことは何？タイプって何ってか。はい。軍団は大きくチャンスに分かれるんだ。物を投げたり飛ばしたりする遠距離タイプ。いろいろあんな。飛行タイプ。敵の自衛隊突撃タイプ。僕たちプリマーズみんなそうだね。突撃隊だからね。その通り。そして、ここからがすごくかなりとても大事な。え、3スクミとかまさか。まさかスクミ？スクミだ。3スクミあるんだ。マジか。あれ？ハンマーボルスに勝てるってこと？つまり僕たちはハンマーボルスに有利？なんでだよ。普通勝てねえだろ。実践しろよ、行こうぜ。いや、普通勝てないと思うぞ。へえ。来たー、ハンマーボスいっぱいいんの。頑張れみんな。行け。頑張れ頑張れ頑張れ。おっしゃ、任せろ。時々出たら押せばいいんだな。ラッキーラッキーラッキー。よし、任せろ。はい、押せばいいんだな。周り見て時々 A を押すんやな。オッケーオッケー。周り見て時々 A を押すんだな。頑張れ頑張れ。よし、任せろ。ちょ、めんどくさくなってきたな。人数が多くなったからめんどくさくなってきた、管理が。A が出た瞬間に押さなあかんくなっとる。うおー、豆棒まで来とる。豆棒までいるけど。頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっとよくわからんけど頑張れ。あ、待って待って待って、敵から来てる。でもなんか防御とかできない。敵が来たけど防御とかできないのかな。あ、負けそう。よし、いける際に誰か出していいよ。待って、向こうなんかやっとしてるよ。あー、強っ。頑張れ頑張れ頑張れ。サイン出していいよ。いつでも。お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない、お前がサイン。あー、強っ。やばい、来てる、こっち来てる。隊長頑張れ。よし、あーし。よくわかんねえけど勝ってる。完全に見守り戦闘。僕たちの勝ちだ。ついてきてくれるね。おお、そうだな。俺たちクッパが動くんだもんな。おめえたち、ほんのちょっとの間が楽しかっただよ。またどっかで会えるだろう。ハンマー使いは光り合うだ。なんでマリオと光り合わないんだよ、じゃあ。おやつさん。あ、さっき話してくれた最強のウルトラハンマー。おやつさんたちの体を作れると信じてるよ。そうだね。うん、そうだと思う。うん。こんなのから伏線が。よし、鼻向けだ。またハンマー歌うべ。おい、やめろやめろ。いや、もう自分、もういっす。ずれねえ。早送りになっちゃうんだよ、多分。すぐ早送りになっちゃうんだよ。え？あー、なるほど。一度見たイベントを再生するオンにすれば同じ、あ、へえ。なるほど。確かにありがたいね、それは。おー、なんか、いい感じ。あ、ハンマーブラス増えた。最強じゃないの、ある意味。こいつなんか原作だったら最強じゃない？いまだにウフ村から、あ、パタクリボー。あ、パタクリボー、仲間仲間。敵、敵だ。クッパ軍団、敵だ。なんでなんで。え、なんでなんで、なんでそうなった。え、なんでなんで、パタクリボーなのに羽が生えてんじゃん。仲間じゃないの。仲良くしよう。さあ、8人になった。いよいよ最大人数。いつサインが出るか分かんねえな。
ちょ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 、あ、任せろ。はい、オッケー。頑張れ頑張れ。あー、敵の攻撃来てるな。うわー、そっか、突撃、あ、そっか、攻撃当たってないんだ。よく見たら、そのクリボーの突撃に対して、ええ連打。なるほど、そういうアクションのか。クリボーが突撃してるから、パタゴリボーで攻撃当たってないんだ。連打。なるほどね、ハンマーブロスこういうやつらなんだ。あ、だからなんだ。そう、確実な3組だな。じゃあ攻撃が当たらないとか効かないだったら、ハンマーブロス頼むぜ。これハンマーブロスじゃないと戦えないぞ。頑張れ頑張れ、よくわからんけど頑張れ。ちょっと、あー、ラッキー来てる。うわ、頑張れ頑張れ頑張れ。いつラッキー来る。ハンマーブロス、連打。ほら、ハンマーブロス、連打。おらおらおら。よし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 、強いぞハンマーブロス。あー、あ、倒せる。敵の隊長倒してんだ。でも隊長いつ狙うかわかんないぞ。隊長狙いタイプとかいたらどうすんだこれ。うーん、どうした、様子が変だったけど。それが、え、何、階層入んの。あ、え、あ、え、あ、あ、クッパ、こいつを利用するのもありかもしれない。ルルルルルル。 おい、クッパ様から離れろ。あー、毒素が、あ、そういうことか。お前は誰を手した。ルルルルル。何を言ってるんだ。いや、クッパ様、あ、あれ、我の名前を言ってみる。ルルルルルルル。ゲラコピッツさん、なんで知ってんだよ、初対面だろ。ほぼほぼ初対面だろ。あー、そういうのもできんだ、ゲラコピッツ。そう、へー。でもクッパどうやって新人クッパになった。でも、え、でも新人クッパのさ、時系列と合わないよこれだと。これができるんだったらさ、あいつにパーニョに捕らえるわけないんだけどな。どうしてこうなったんだろう。あー、なるほど。あのスプレーを浴びたらクッパさんはみんなが敵に思えて。そうだね、クッパさん元に急げ。どの道にかかってんのか。早いな、戻ってくるのどっち。あっちの方で合ってると思う。まだガス残ってんのかな。あのクリボーの上にボワーっとオーラが見える。どんなオーラ？おバカのオーラ。やっぱりおバカが回避できねえのかな。パタクリボー、自慢の花で空を舞うクリボー、脳天と待って苦悩天勝ち割り。分かれてる。ウフ突撃隊、ハンマーの乱れ打ち、飛行タイプの豆。なんかね、急に分かれてるね。え、どこに行こう。これ行ってみる、飛行タイプの豆。あ、そのまま始まったわ。普通に。編成はちょっと変えたけど、あ、あ、ちょっと待って。うん、どうした隊長。これをこうして、よし、できた。なんだ、なにこれ、下画面だ。リーダーアクション。うわー、ついに来たか。ふむ。みんなを助けるときに、そうだよね。今まで見守りだったからさ、どっちかというと見守りだけだったのかな思ったら、か、なるほど。打ち消しっていうのがあるね。敵がスペシャル技を出すときに、あ、あの敵が、そうそうそう、そう、なるほど。このときに、十字ボタンの上、はい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 、十字ボタンの上ね。了解。リーダーアクション。OK。回復すんのかな？回復とかすんのかな？わかんない。一回使ってみよう。うわ、おお、ハンマーボス頼むな。いけ、敵の打ち消し。なるほど、打ち消しっていう。これどうなんだろう、時々発動するのかな。回復するかどうかわかんねえからな。どう、戦況的に打ち消し。叫んでやめさせるってこういうことか。あ、いい感じ。でも勝ててる勝ててる。よし、負けろ。パタクリボー頑張れ。よしよしよし。で、リーダーポイント回復するかどうかを見ときたいな。回復するんかな。あ、1回復だ。全部増えないんだ。まあでも次のバトルで終わりだから、打ち消しどんどん使っていこう。今んとこ打ち消ししかないしね。くぞくぞ。
周りの状況見て。さあ、誰か、誰か、誰か行かないの？よし、任せろ！オッケー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 。誰か来るか、誰か来るか。戦況が目まぐるしい。ハンバーブラス！よし！いて！体調食らってるぞ！体調食らってる、体調食らってる！体調守って！よし！体調守って早く！よしよしよし！危ねえ！あとはもうハンバーブラスたちで頑張れるでしょ。頑張れ頑張れ頑張れ。よしよし。隊長がこうやってやられるの怖いな。いやいや、ボム兵おるで。大丈夫？ボム兵とか怖いんだけど、見てるだけで。あ、それは無理。あ、爆発してる。うわ、強っ。あ、爆発そういう風なことができんか。ボム兵強いな、君。あ、何？あ、ルドビック、レミー様、ルドビック様。レミーか、こいつ、そういや。いやあ、ただの西高で喋ってるのもな、クリボーじゃないか。出たな、ルドビック。私たちは、これからクッパ様の探索に向かうところだ。先へ急ぐ、君のような雑魚の相手をしてる暇はない。クッパ様のあっちの山の辺はヒューと飛んできました。早く行かないと変な奴にあいつらちゃんを向かうしんないんです。雑魚の話す言葉なかなか理解できないな。ルドビック、クリボーなんかの言うこと聞いてないで行こう。そんな本当なんです。お前はその夢のようなバカな話を信じて必死に山の向きにさ。私たちクッパ7人衆は、私たちの相方がクッパ様を探す。あんまり信じてもらえてないんだな。なんか不憫だな。